こんにちは、加藤ひまりです。小学5年生です。今日は最後で少し緊張していますが、よろしくお願いします。今日は5曲歌います。1曲目はゆうりさんのドライフラワーです。聴いてください。けば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた。きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれ。
この生音ライブは8月に初めて出演して、9月10月と今回は3回目の出演です。でもやっぱり毎回緊張していますが、特に今回が一番緊張しています。それでは次聴いてください。宇多田ヒカルさんのあなた。あなたのいない世界じゃどんな願いも叶わないから、燃え盛る豪華の谷間が待てようと守りたいのはあなた、あなた以外何もいらない、会いたい以外の問題、バトルに立たない僕は望まない、神様
モアナと伝説の海という映画の曲です。聴いてください。どこまでも。打ち寄せる波をずっと一人見つめてた。何も知らずに、そうよ、期待に応えたい。でも気づけばいつも海に来てるの。どの道を進んでもたどり着くとこは同じ。許されないの憧れの遠い海、空と海が出会うところはどれほど遠いの。追い風受けこぎ出せばきっとわかるの。どこまで遠く行けるのかな。そうね、みんなとて幸せそうだわ、それはわかるの。そうよ、自分の居場所があるのってほんと素敵なことよね。この道を進んでく望まれることは同じ。でも心に響くのは違う。聞いてください。私は今どこにあるのと、踏みしめた足跡を何度も見つめ返す。枯葉を抱き秋めく窓辺に、かじかんだ指先で夢を描いた。Oh.
僕らをつなぐエール、いつかまた巡り合うその時まで忘れはしない誇りを友よ。次で最後の曲になります、ありがとうございます。この歌はいつも歌っている曲なのですが、壮大な歌なのでそれが伝わるといいなと思います。聴いてください、 MISIA さんの愛の形。
表したいと思います。11月6日の土曜日に兵庫県尼崎市でライブがあります。よかったら見に来てください。以上です。加藤ひまりでした。ありがとうございました。偏見を前にピュアも正義もあったもんじゃない。仕方ない、どうしようもない、そう言ってわがまま放題。